アナ、アナガールズは、2010年10月7日から2011年3月31日まで、中京テレビで放送されていた、トークバラエティ番組である。放送時間は毎週木曜0時59分、1時59分、中京テレビ本社 B スタジオからの生放送、全22回。2010年9月まで同時間帯で放送されていた、アナアナ紹介の、後継番組である。 穴穴紹介でメイン MC を務めていた鉄平が、がんの治療のために入院せざるを得なくなったことから、番組は一旦同タイトルでの放送を終了し、新 MC に久保純子を、コーナー MC に西野加奈を迎えて大幅にリニューアルした。同タイトルへの会談以来、番組は女子高生や女子大生をターゲットにした企画を行う。また、 レギュラー陣が着る衣装も穴ア穴ナアナ紹介時代のような半袖 T シャツではなく番組スポンサーの丸絵に出店中のギャル系セレクトショップが貸し出す衣料品になった。レギュラー陣のうちの何人かは穴穴アナアナ紹介から引き続き出演していたが鉄平と小原秀蔵が外れて久保純子と本田さゆりがレギュラー入りしたことから女性メンバー中心の構成となった。結果 男性メンバーは継続出演者の水谷洋介ただ一人となった。また、同じく継続出演者のしかないミサと、田岡咲子は、この番組では交互に出演するという形をとっていたが、田岡は2011年2月24日、放送分をもって番組を卒業した。SKE48 も引き続き出演していたが、この番組では、畑沢子が、レギュラーから外れ、 彼女がいたポジションに毎回 SKE のメンバーの中から一人がゲストで入るという形に改められた。番組公式サイトでは彼女たちレギュラー陣が生放送の終了直後に収録した反省会動画が公開されていた。なお、2011年1月6日放送分では前年12月に退院したばかりの鉄平がゲスト出演してテレビ復帰を果たしたがその後も彼が レギュラーに復帰することはなかった。スポンサーは前日のマルエと SKE のホームであるサンシャイン酒がついていたが、マルエは2011年2月の決算期をもって突然スポンサーを降りた。以来、番組はサンシャイン酒の一社提供で放送されるようになり、レギュラー人が着る衣装もマルエ出店ショップの衣料品ではなくなった。そして、 番組は2011年春の改編を乗り越えられずに終了した。最終回では、旧レギュラーメンバーの鉄平とお原がゲスト出演し、継続出演者たちとの再度の共演を果たした。また、SKE のメンバーは通常は3人が出演していたが、この日は旗も含めて5人が出演した。ただし、中京テレビ大社を控えていた田岡は、この回においても出演しなかった。 カッコ内の肩書き、き所属はすべて出演当時のもの。トークコーナーのメンバー構成は、久保と本田が固定出演で、それに不定期出演者のしかないもしくは田岡が加わるという形が多かったが、2010年10月28日放送分のみ、例外的に久保、しかない、田岡というメンバー構成で行われた。 トークコーナー番組前半で行われていたメインコーナーで、久保純子他女性レギュラー陣がその日のゲストと共に各回のテーマに沿ってトークをしていた。ゲストにはファッション関係者を招くことが多かったが、それ以外の分野で活動する人物が出演することもあった。SKE48 のファッションチェックマルエに出展しているギャル系セレクトショップからファッションアドバイザーを招き、 SKE のメンバーをモデルに、各店販売良品を使った一押しコーディネートを紹介してもらっていたコーナー。コーナー MC は、久保純子と水谷洋介が担当。かな、S セレクション西のかなが、各回のテーマに合わせて選んだ曲3つを紹介していた VTR コーナーで、上記、SKE48 のファッションチェックで、SKE のメンバーが、 衣装替えを済ませるまでの間に放送されていた。このコーナーの収録は名古屋市畜作角王山にあるカフェレストランで行われていた。ゲストコーナー毎回ゲストミュージシャンと音楽活動にまつわるトークをした後彼らにスタジオで楽曲の生演奏をしてもらっていたコーナー。かつて穴穴紹介で行われていたゲストコーナーをそのまま引き継いだものであるが穴穴紹介とは違って 番組公式サイトにゲストの演奏曲目と出演記念サインは掲載されなかった。アナ、アナガールズもは毎月1回番組本編の終了直後に続けて放送されていた30分延長版。月末週に放送されるのが通例だったが2010年12月放送分のみ年末編成の都合から1週繰り上げて放送された。ありがとうございます。